パパッと鹿買って帰ろう。いやー落ち着くわ。よしよしよし。無駄にはせえへんで。吹雪も少しマシになってきたか。よしよしよし。かかってる分に関しては回収もしとこう。金になるからな。弱肉強食や。バルー思いなや。よし。かかっとるわー。何はせえへんで。よし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 。よし。こりゃ楽やな。無駄にはせえへんで。仕掛けて、よし帰ろ。でも作ってもらうのは奥寺にやってもらわなきゃな。奥寺緊張してしまうんじゃないの？あんな女の子来たら。完全にババちゃんほったらかしやな、これ。あの、汚いバーで待ってるね。鹿肉を持っとかなあかんのかな。逆かこれ。あ、違うわ。おかしいおかしい。こうか。これがアイテムボックスか。おー、アイテムボックスに移して所持品に肉。OK。よし。自分家みたいにして女連れてくる？奥寺がなんかその一人プレイしてる最中やったらどないすんねんな。こんな偏僻なとこまで来た甲斐がありました。奥寺。
奥寺今アイテムボックスの部屋でずっと静かにしてるんやろな。ごめんなさい。はいはいはい、ありがとう。おお、キャバ嬢へのプレゼントかな。ありがとうな、奥寺はん。女連れて帰ってくるんやったらその前に一声かけろ言うてるわ。すんまへん奥寺はん。あ、オッケーやな。行こう。安っ。あ、もう、どこがどこかわからんわ。北にしようかな。ようわからんし。650円って。釣りはいらんで言うてウサギ肉を渡す。はいはい、そうよな、装備外れてんねんな、分かってる、俺はそれを知ってる。ただもっと早く言うてくれるべきやろうな、それは。でっかい公園があるんか。うわ。あ、なんかこのでっかい公園でなんか雪祭りやるみたいな感じ。うわ、王将がある。え、餃子の王将。うわわ、もう絶対王将行きたい今日。ああ、餃子と天津飯食いたい。はい、もう餃子と天津飯食いたい。ああ、もうほんま何してくれてんねん。とりあえずサブストーリー行くか。ああ、もう始まってるやん、すげえ。ああ、この顔で。魚や。うわ、すげえ。うわあ、ペンギンや。ああ。猫か。テイルズかと思った。テイルスか。すげえ。すげえ。この足の細さいける？いけるこれ。すげえな。う、細っ。ああ、ミクがおる。ミクもおる。おお。はあ。首に巻いたり肩にかけたりする湯たんぽがあんの。何それ。うわ、すーげえ。バランスとんでもない。
見えへんのかな。作り込み合わない。ああ人がすごい、抜け出せん。うわすごいな。サブストーリーが。そこのお前、じゃあこれ人がいい気持ちで飲んでんだ、邪魔すんな。ゴスペラーズの方ですか。あるよ。おれ、おい。ガードし。おお、これか。よいしょ。ああ、どっち向いてね。はいはいやって。誰が待つか。おらよいしょ。おらはい起きろよ。クライマックス以上早くためだ。殴らないでくれ。部下のミスで困ってる顔してるわ。もしかして。ああ。覚えられるかな。あ、落ちてる。ああ。いけたいけた。こんなん光ってたら信号も無視してしまうわ。これ覚えんの大変やな。だいたいこれが何なのかもわからん。タイトルちゃんと書いてあるのかどっかに。かわいゆすマジか。マジかこれ。もう。ちょっとメモろ。クマの親子な。クマのなんかこれがあって。そう、なんか名前の看板みたいなのがついてるやつとついてないやつがあるな。これとかはついてるけど、ついてるけど書いてないしな。これが魔法少女やろ。魔法少女で隣がミクな。でミクってと、ここが、何これ、アザラシ、アシカ、あ押してる。アザラシか、アシカか、これ。アシカ、アシカにしとこうか。もう、どっちでも大丈夫や。わかるわ。で、これが、クマか。
クマ。これが猫かな、キツネかな。キツネもしくは猫。でペンギン、ペンギンで、これがこれが竜か、ドラゴン。怖いのか。まあ竜やな。勘弁してやるよ。優しいなこいつ。これがイルカとかクジラか。イルカクジラ、向こう側も行かなあかんのかな。すげえイルミネーションや。現実よりも綺麗や多分。うわす、警官がおる。普通に抜けてくれた。こっちなんもないわ。こっちは通りを挟んでお城で、雪だるま、雪だるま、雪だるまだけか。こっち側しょぼ。うわステージがある。オープニングセレモニー。うわなんか悲しいな。あれどこや、サブイベント。なんかやばそうやな。オッケー、メモは終わった。いや、うん、あの、何意見、何や、稲荷、はい、雪祭りならではのご当地ネタでぜひ。寒いやつってこと？全く浮かばないんですよ。そうやねん、そもそも雪祭り見に来たわけちゃうねん。いや、ヒント。ありがとう。ほう、順番ミスったかな。ほう、雪玉を転がす。そんな一個だけのネタじゃないと思うねんけどな。そんな近距離で解決するようなことじゃないと思うんだけどな。一応一回言いに行ったのか。あの、うん。オーバーだ。
よかったんや。今のまあ怖かったな。マジか。おお、すごいやん。ああ腹立つ。厳しいなあ。ほんまに良かったんか今のアイディアで。うわ、すごいわ。やる気がすごい。やる気とコスチュームがすごいわ。うん、経験値もすごい。よし。サブイベント終わった時、意外と動き出せるようになるまで時間かかる。経験値増えるとかいいな。なんか今光ってなかったかな。気のせいかな。あ、めっちゃ倒れてる。シーラね。あー、せ。くそ。こっち側に抜けてくるのは大丈夫なんやな。こういけばええんか。よし。ちゃんとメモったし、象の並びは完璧や。見た。なんや滑り台って。左の前、左の手前ってことか。じゃあクマやな。ああ、中央ど真ん中はアザラシかアシカ。アザラシ。うん、俺のメモ渡すわ。滑り台の反対側はイルカとかクジラ。クジラ。よし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 。ペンギンの隣。ペンギンの隣ってどういう考え方や。隣って反対側は竜やけど、隣で言ったら、あの猫かキツネかわからんかったやつか。尻尾が、尻尾の形的にキツネやな。どっちやろ、その隣っていう言い方。キツネ、キツネ、キツネやんな、キツネやんな。隣って言ったらキツネやんな。なや、関係者はその色のダウンジャケットな。大丈夫かな。え、マジで？うせやん。あ、マジか。おい。マジか。隣の言い方がわからんかったんかな。しかもその、
左前っていうのもどっちから見ての左やねんっていう話やから。マジか、こうやって見た時の左の前はクマやねんけどな。いや、あれはいつの言い方が悪いな、芝子。裏側から見た、裏側から見て巨大な滑り台の前とか言うか、あんなもん。お前のせいじゃこれ。ふざけんなよ。ああ。俺に土つけてくれやがったな、俺のサブイベント達成率に。ユロさん。ふぅ、すっきりしたぜ。見つけたよ。殺す、ぶっ殺す。痛い目にとわからんか。よいしょ。俺はサーブイベントをミスったときはギャングをぶん殴って発散するようにしてるから。こんなん抜けへんのか、これか。よいしょ。もうしないもうしない。もうしないもうしない。どういうことよ。標識直しとけよ。お前、王将行こう。俺ぐらいになったら信号は関係ないんや。そこの前、食いさせてやるよ。痛い目見んとわからんか。ほら、どれ。よいしょ。どこや。じゃあこれ助けに来てやったぞ。誰が助けに来たって。よっしゃ、王将行こう。天津飯と餃子。いらっしゃいませ。もう、ああもう、ああうまい。あ、まだ食えるわ。王将は別にラーメンを食うとこじゃないからな。焼き飯も食うたろか、ほんじゃな。ああ。いや、ちょっと待てよ。高いやつにしとこう。エビのチリソース。はあ。ああ、あかん。うふは、うま。うま、これ。ああ、うま。ありがとうございます。
なんちゅうゲームや。うわ。ん？なんやこれ。どっか入れるか？入れへんな。ん？ちょっと待って。ないな。下側からか。ちょっと喧嘩してまた体力減らして飯行こう。何見てんだこれ。やるしかないか。おい。おい。オッケー。よいしょ。あ、お前。お前いやじゃなくて、ちょっと待って、もうちょっと減らせ。いや、これじゃないねけどな。ごめん、これ、あー、これいらん、これじゃないね。配電盤の方でやりたかったのに。ないか。喫茶あるかし。喫茶店はちょっと達也に紹介する感じじゃないな。まあまあまあ。いらっしゃいませ。オリジナルビーフカレー。ふふ。ここ一にも行きたくなってきた。ああ、ここ一に行きたい。ここ一に行きたい。ここ一に行きたい。ありがとうございました。400g ビーフカレー。くそ。あ、ビクトリーロードやって。なんやこいつ、生意気に。おいしょー。帰れ。マリモ。なんや。うわあ、ここもあんのか。高級ってわざわざ言う必要ある？絶対やばいわ。連絡先は。いや、断る理由あるって。脱獄囚やで。ああいや、もう嬉しなってモテるわ。もう高級なカメラ渡されて嬉しなってモテるから。しよっかな。あ、そや、ここの
ああ、これか。この寝てるやつか。声かける？これに。あったかいもんを腹に入れさせんと。なんやあったかいもんって。クマの毛皮かな。ドン・キホーテで売ってるかな。あ、そうやそうや、エロ本的なやつ買うたらな。いらっしゃいませ。醤油ラーメンもあったかいかな。何語やこれ。腹立つな。ラーメン。ありがとうございます。ちょっとちゃうか。コンビニかな。英語になるのはええけど、そのドンキホーテの言い方腹立つわ。そこはお前変わってないやん別に。ドンキホーテ、なんやねんそのため。あかん、体力が減ってない。喧嘩したい。喧嘩しようや。喧嘩じゃなくてもええから殴ったり殴られたりしようや。体力減らしたかったのにな。じゃあセイコーマート、行くか。なんや、どこや。あ、待って待って、取るって出たぞ。よし。ああ。食いたい。喧嘩しようや。あ、おるおる。そこのあんた。はい、親父狩りですよ。あんた親父だな。金だぜ。顔。妖怪み。妖怪みたいな顔してる。あ、ちょっと芝居てん。ちょっと。はいはいはい、わかったわかった。もうええよ。うらーのーのー砕き。あ、絶対死ぬ。絶対死ぬ。よいしょっと。お前は顔面でいいですか？
嫌がるなよ。死ぬなあ。あんたにすみませんでした。あんたねえってカレーこカレー。あ、半端ねえって。そんな発音やったか。プレーンらしいください。構えてる状態で攻撃当たる直前、あ、虎落としがあるんや。押し来い。早いか。何？続きか。すげえな。殴らないでください。なるほど。虎を落とすのと竜を落とすのと。一緒か。一緒ではないけど、そういうことな。対になっとるんや。もうあの技覚えたらもう負ける要素ないわ。うん、うわ、何これ。猛烈に腹減ってくる。ああ、いらっしゃいませ。北海道ウォーカー。へえ、割引され、あ、グラビア雑誌、これや。おでん売っとらんのか。じゃあなんやろな。お？ホットシェフ。これはあったかいやろ。ホットって言うてるし。あとは、まあまあラーメン。
北海道ウォーカーも一応持とうかな。ありがとうございました。よし、どれかは当たるやろ。ホームレスに あったかそうな食い物渡して、で山行って、グラビア雑誌を渡して、終わりかな。ああ、大道芸人おったか。なんや、なんだこの野郎。お、なんやなんや、どこ見て歩いてんだ。気持ち悪いな。忙しいんやけどな。よいしょ。これか。よーいしょ。どうも。ははは。うわ、怖っ。電気残ってんねや。しかも。半端ね。すいませんでした。うん。何こいつ。ストリートファイターおる。はいはい、そこのおっさん。いやいや、お前はビクトリーロードやな。うん、お前がビクトリーロード予選じゃなかったらどうしようかと思った。はいはい、かっこいい蹴り見せるな。関係ないけどな。うん、クソが、お疲れ。ああ、黒田さん。どうなんねん、決勝戦桐生対冴島ってなるで。はあ、あれ行き過ぎた。大道芸の方行くか。偉そうに歩くんじゃねえってどういうことやねん。なんや、どこでステージやってんねん。お土産屋さんや。なんもない。あ、見る。見るってなんや。おお、典型か。苦手やからな。さあ皆さん、
雪祭りならではの大技をお楽しみください。なんか持ってる、なんなんだ。そっそっ、おおおおおはいはいはい、おお、やるやん。はいはいはい、しかも、おおおお、いけてるいけてる、いけてるで。しかも飛んで、あ、かかかか、あー、鼻血みたいになった。ひらめいた時の顔。嘘。どういうこと。おお、タイトル体張りすぎや。顔写真は載せるけど匿名希望なんやな。ああ、何よ今の技。あほどき強化。ゲージため。雪だるまの極み。人参か木彫りの人形を持って敵を掴んで三角。はぁ、はぁ、条件。条件どないなっとんねん。いらんと思うで、別に最後の人参バーンの下り。おら、それがないから雪だるまとは認めませんみたいなことないと思うで。どこに目つけてんだ。怖い。ちょっとは普通の武器も使わない。よし、あ、なんかまたええのあるわ。よいしょ。めっちゃ減るこれ。俺の負けだ。何をちょっとかっこよく言うとんねんこいつ。時間がないぞ。行き過ぎた。俺、鹿肉いけんのか。まあまあ、本命。カツ丼も食いたい。髪の毛きれい。うん、すぐ本名言う。
いえ。ほう。ほう。ちゃんとした人やな、結構。めちゃめちゃ礼儀正しい。いろいろあるんやな、ホームレスの人も。カムロ町でまた会いそう。時間かな。ちょっとお手合わせ願おうか。しつこいやつ。もう嫌やわ。あ。もう忙しいから。どんだけ減ってんのやろな、体力。みんな一発やから分からへん。よし。おい、止まれ。いやいや。そこのお前だ。いや、クソ。礼儀がなってねえな、礼儀が。しつけが必要だな。よし。よし、よし。よーし、よーし。おい、おい、おい、おい。よいしょ。お前何ずっとさっきから見とるだけやねん。お前も、頑張れよ。めっちゃ逃げとる。そりゃ逃げるわ。でしょう、でしょうね。これか。よーし。いやー、ようやった。お疲れでした。飯食わな。じゃあきっちり6時間枠使い切るようなので、ここで終わろうと思います。また次よろしくお願いします。お疲れ様でした。いや、飯食おう。飯にしよう。えい、お疲れです。お疲れでーす。
俺なりのもう一つのお疲れ様です。うん、よし終わった。はい、終わります。